東北電力は昨日原子炉を再起動した女川原発2号機について明日発電を再開すると発表しました女川原発2号機は先月29日東日本大震災後に停止して以来およそ13年半ぶりに再稼働しましたしかし今月3日原子炉の点検作業中に計測機器が動かなくなるトラブルが起き 翌日原子炉を停止させていました東北電力はトラブルの原因が判明したなどとして昨日原子炉を再び起動させその後核分裂反応が継続する臨界に達しましたさらに原子炉内の水の温度や圧力を上昇させる操作も順調に進み明日発電を再開するめどが立ったということです 東北電力の担当者は安全確保を最優先に一つ一つのプロセスにしっかり対応するなどとコメントしています。